今日は2022年の元日にお届けした今年の注目株14銘柄の株価はどうなったのか、結果発表していきたいと思います。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。12月27日、今年は少し早いんですけれども、2022年お金の学校最後の授業をお届けします。一つお知らせなんですけれども、あさって12月29日に大納会前夜、ゆく年来る年 YouTube ライブをお届けする予定です。忘年会シーズン、そして年末のお忙しい時期だと思うんですけれども、2022年、いつもご視聴いただいている皆さんとコミュニケーションをとって締めたいと思っていますので、ぜひぜひ皆さんのご参加お待ちしております。さて今日の話題なんですけれども、今年の元日に元証券マンが予想2022年の株式投資戦略と注目株14銘柄を一挙公開の授業をお届けしました。そこで注目銘柄としてピックアップした銘柄は1年後どうなったのかを検証します。今後の見通しについても触れたいと思いますので、ぜひ14銘柄の結果とともに参考にしていただけたらと思います。まずは2022年の相場の振り返りからしていきたいと思います。今年の相場予想では、虎年は虎千里を走るという投資格言があって、政治経済で波乱が起こりやすい。そして第二次世界大戦以降、過去6回の虎年相場の戦績は日経平均ベースで1勝5敗と大幅に負け越しているというデータも紹介しました。そして今年はアメリカの金融政策が欠かせない注目ポイントとお伝えしていたんですけども、まさにアメリカの利上げの話題で相場が一喜一憂する動きとなりました。1月4日の第8回で日経平均株価は 29,098 円で始まりますと、政治による混乱という意味ではロシアによるウクライナ侵攻が始まった2月後半から3月前半にかけて大きく下落しました。そして同じく3月から FOMC が注目されるようになります。3月は政策金利を 0.25% 引き上げ、利上げを開始したということなんですけども、その後は5月に 0.5% と上げ幅を拡大、その後は6月、7月に異例とも言える2ヶ月連続で 0.75% を引き上げまして、この間株価は停滞していたんですけれども、その後は2023年に向けて、利上げはストップして利下げの話題も出るのではと楽観論から株価は上昇していきます。しかし8月末のジャクソンホール会議で FRB のパウエル議長から急速な金融引き締め継続を示唆する発言がありまして、株価は大幅下落していきます。その後は楽観論と FRB のインフレ抑制に向けた利上げ発言、それに伴う利上げの実施で、相場は一喜一憂の動きが続いて年末を迎えたと、こういった流れです。こちらは2021年の年間チャートなんですけども、2021年の牛年の投資格言はつまずきとなってまして、年王に天井をつけて後半にかけて下落する傾向がある年と言われているんですけども、2021年はその通りの動きになりました。虎年についても投資格言の通りの相場展開だったと言えると思っています。もうチャートを見ての通りです。個人的には YouTube ライブなどでもボックス圏の動きが続くため、日経平均株価は26,000円ぐらいが底値で、上値は28,000台とお伝えしてきたんですけれども、個別銘柄で見てもこの動きに習うような銘柄が割とありましたので、売り時と買い時を自信を持って判断しやすかったと思っています。なので個人的には2021年よりは2022年の方がパフォーマンスも良く運用ができました。そしてもう一つ、アメリカの利上げ開始の年というのは日本株が強い傾向があるというアノマリーがあるとお伝えしていました。その言葉通り、赤が日経平均株価、そして青がニューヨークダウなんですけれども、終始日本株が底堅い動きで米国株を上回るパフォーマンスを誇ってきていたんですけども、12月20日の日銀の金融政策決定会合で金利政策の一部修正が伝わると株価が急落します。一気に米国株のパフォーマンスと並ぶ形になってしまいました。政策金利の引き上げイコール株式投資には悪影響という方程式を体感させてくれるような破壊力でした。まとめると、ここ2年連続で投資格言通りの相場展開となっています。こういった昔から言われている事柄についても頭の片隅に置いた上で運用していく必要があるなと実感した2022年の株式相場でした。全体の見立てとしては予想通りの展開とはなったんですけれども、それでは注目株としてピックアップした巡洋銘柄はどうだったのか振り返りながら結果発表していきます。1銘柄目がトヨタ自動車です。トヨタレクサスの2ブランドで世界販売1000万台超の言わずと知れた世界トップクラスの自動車メーカーです。
株式分割をした2021年10月以降も堅調に株価を上げてきておりまして、コロナ禍の影響から脱却してテスラに大きく水を開けられた時価総額トップの座を取り返す逆襲撃が始まる年かもしれないと、かなり強気な見方をお伝えしていました。トヨタ自動車の2021年末の株価が2105円50銭で、動画撮影時点での株価は1818円となっています。よって結果は 13.7% のマイナスとなりました。コロナ禍の影響を脱却できず、生産遅れは2022年も継続中です。これによって世界生産台数も断続的に下方修正が行われました。日経平均株価の下落もあるんですけれども、為替相場が132円台まで円高が進みまして、この動きが下落に拍車をかけた形です。年初来安値も更新したんですけれども、 PBR1 倍割れの割安水準です。もうここを下値の目処として引き続き来年に期待したいと思っています。二つ目がソニーグループです。日本を代表する家電メーカー、エンタメ企業です。エンタメ系事業の利益貢献が大きく、ハードからソフトで稼ぐ企業に変貌を遂げまして、2021年3月期は過去最高益を更新しています。株価は2021年右肩上がりの上昇を遂げておりまして、引き続き好業績を追い風に株価は上昇していきそうだとお伝えしていました。ソニーグループの2021年末の株価は 14,475円で、動画撮影時点での株価は 12,000 円となっています。よって結果は 29.5% のマイナスとなりました。今期の業績については増収の一方で、営業利益、純利益ともに減益となっておりまして、期待感が剥落したことがこのように株価の下落につながったと思われます。現在の株価水準で PR が15倍となっていまして、バリエーションで言うと割高でも割安でもない水準です。この先も、年後半のこの1万円前後から1万2000円前後、ここでのレンジが続くと思われるんですけども、業績次第では上にも下にも行く展開を予想しています。3つ目がキーエンスです。FA センサーなど検出・計測制御機器の有力企業です。国内外で自動車向けの需要回復が続いて、半導体向けも業界の活況を追い風に伸びています。このような状況から2022年3月期は過去最高益を更新する見込み。これを受けて引き続き株価の上昇が期待できるとお伝えしていました。キーエンスの2021年末の株価は 72,280円で、動画撮影時点での株価は 51,360円となっています。よって結果は 29% のマイナスとなりました。今期も増収増益で過去最高益を更新する予想は出ているんですけども、アメリカ発の景気悪化懸念から景気敏感株と言われる半導体株が軒並み下落しています。ソニーグループとほぼ同等のパフォーマンスとなっています。現在の株価水準で四季報予想を元にした情報で PR が35倍です。なのでバリエーションで言うと割高なんですけども、今後も増収増益が続くであろうという期待感による先高感も今はあります。会社側から正式な情報待ちではあるんですけども、業績が下方修正した場合の株価水準ではありませんので、会社発表次第では下振れするリスクもあります。4つ目がアルヒです。住宅ローンの融資実行業務が主な事業の企業です。住宅金融支援機構のフラット35では国内シェア首位となっています。割安感と配当利回り 5% 台の高配当株であることが魅力とお伝えしていました。ある日の2021年末の株価は1045円で、動画撮影時点での株価は1018円となっています。よって結果は 2.5% のマイナスとなりました。ある日は年間で見ればマイナスではあるんですけども、もうチャートを見ていただくとわかりやすいんですけども、ある日は11月に SBI ノンバンクホールディングスによる TOB が成立しまして、一株当たり1500円で成立しました。この年初で、買っていた投資家さんにとってはですね、ここの TOB で申し込んでいれば約 1.5 倍で売却できたことになります。今期は一株当たり60円から55円へ減配ではあるんですけども、それでも現在の株価水準で配当利回りは 5.4% ありまして、この先 SBI グループになったことによる今後の展開も踏まえて見直し買いも検討しておきたい銘柄です。5つ目がウエストホールディングスです。再生可能エネルギー事業を柱にメガソーラー、工場、ビル用など企業向け太陽光発電の設置工事を全国で展開する企業です。再生可能エネルギー関連銘柄の勢いに限りは見えるんですけども、好業績追い風に今年も引き続き期待ができる銘柄だとお伝えしていました。ウエストホールディングスの2021年末の株価は5730円で、動画撮影時点での株価は4005円となっています。
よって結果は 30% のマイナスとなりました。再生可能エネルギー関連の銘柄の相場が一旦ピークアウトしたこと、さらに2022年8月期は減益決算となったことで株価は低迷しています。ただ電力不足や原発再稼働の動きにも時間がかかる見通しから、再生可能エネルギー関連の企業の注目は再び集まる可能性があります。年後半はボックス圏での動きが続いたんですけども、今期については増益で過去最高益が見込まれておりまして、株価の巻き返しを期待するには狙いやすいポジションのようにも思えます。6つ目がオープンハウスグループです。東京23区や横浜、川崎など都心部の狭小戸建て住宅でダントツのハウスメーカーです。今年はプロ野球で三冠王に輝いた村神様ことヤクルトスワローズの村上宗隆選手に3億円の家をプレゼントしたことでも話題となりました。戸建て住宅のニーズは根強く、投資家向けの不動産やアメリカの住宅販売など事業展開の広がりを見せていることから注目株として紹介していました。オープンハウスグループの2021年末の株価は6020円で、動画撮影時点での株価は4925円となっています。よって結果は 18.2% のマイナスとなりました。今年1年間のチャートを見ていただきますと、11月には好決算と増配を発表しまして、年初来高値を更新するような場面もあったんですけども、ここ直近は地合いの悪化もあって株価は下落してきています。現在の株価水準で PR が 6.9 倍と、ハウスメーカーという括りでは少し割安感も出てきていると思います。配当利回り 3% 超えの高配当株であることも考慮しますと、現在の5000円割れというのは押し目側のチャンスとも言えます。今後も好業績が期待できる企業であることから、個人的には引き続き監視銘柄に入れておきたい企業です。7つ目がシフトです。ソフトウェアの品質保証業務から M&A などで周辺業務を広げまして、現在急拡大中の企業です。ソフトウェアテストの分野はブルーオーシャン市場となっておりまして、シフトの独壇場になっています。株価は高 PR 銘柄が売られる相場ということもあって、2万円台前半で横ばいが続いているんですけども、ブルーオーシャンが続く限り勢いには限りは出てこないと思われることから、引き続き期待ができる銘柄だと思うとお伝えしていました。シフトの2021年末の株価は 23,860 円で、動画撮影時点での株価は 23,460 円となっています。よって結果は 1.7% のマイナスとなりました。年間チャートを見ていただきますと、好決算を受けて12月1日には大台の3万円超えまで株価は上昇したんですけども、地合いの悪化を受けて一気に株価は年初の水準まで下落してきています。業績見通しは視界良好であることから、リセットボタンを押された現時点のポジションというのは再び購入を検討しておきたい水準だと思っています。8つ目がマネーフォワードです。個人向け家計簿アプリマネーフォワードミーと、法人向けの会計人事クラウドサービスを展開する企業です。 SaaS 企業は先行投資が多いため、スタートアップ時は赤字が続くことが多いんですけども、ようやく利益が見込める水準まで伸びてきた段階だという情報が入ってきていました。ということで、黒字達成という話題からリバウンドを期待したいとお伝えしていました。マネーフォワードの2021年末の株価は6920円で、動画撮影時点での株価は4060円となっています。よって結果は 41.4% のマイナスとなりました。黒字化というのを期待した今期だったんですけども、黒字化どころか赤字が拡大する見込みとなりまして、こういう状況になると厳しいのがグロース株の典型例です。マネーフォワードMEの無料版で利用できる範囲を狭めたりと、ユーロプランへの促進をするなどの動きはあるんですけども、地合いの悪い現状では株価の復活というより、押し目ですとか株価の再び反転時期を探る動きを検討する方が建設的だという状況です。9つ目がメルカリです。国内最大のフリーマーケットアプリメルカリを運営する企業です。前期で初の通期黒字を達成したことで株価が上昇していました。今期も引き続き黒字が見込まれておりまして、株価の反発も期待できるのではとお伝えしていました。メルカリの2021年末の株価は5860円で、動画撮影時点での株価は2645円となっています。よって結果は 54.9% のマイナスとなっています。業績については2022年6月期が再び赤字に転落、これによって株価は大幅下落となってしまいました。個人的には底打ちはこの2000円割と見込んで購入してみました。今期は会社予想は未定なんですけども、四季報予想では黒字の見込みが出ています。会社見通しの内容次第では株価が再び上昇カーブを描いてくる可能性があります。グロースから東証プライムに市場変更したことで注目度もより高まることを期待しています。10銘柄目がセルソースです。全国の整形外科や産婦人科医院と提携して再生医療に必要な細胞の培養を行う企業です。
2022年10月期は利益の伸びが鈍化する見通しを発表したことで株価が大幅下落、高値から半値付近まで一気に落ちてしまったんですけども、景気などに左右されにくい分野であることから反発を期待していました。セルソースの2021年末の株価は5430円で、動画撮影時点での株価は3850円となっています。よって結果は 29.1% のマイナスとなっています。株価は年明け以降もグロース株市場の不振から下落が止まらなかったんですけれども、春頃から底入れしまして、秋口には年初来高値付近まで戻ってきていました。今期は7期連続の増収増益の業績見通しを発表しまして、5000台に乗せた場面というのが再びあったんですけども、地合いの悪化から株価は現在4000を割り込んでいます。再生医療は市場でも注目ワードになっていることから、セルソースへの期待値は高いと思われます。それだけに業績の伸びが鈍化している状況が株価にも現れやすいです。よほどのことがないと株価の急上昇というのは現状望みにくいですので、中期目線での株価回復という観点がいいかもしれません。11個目がメックです。電子基板向けが中心の薬品会社です。2021年の株価は右肩上がりの上昇を遂げていました。取引先が高性能パッケージ基板の生産体制を強化しておりまして、大型化や多層化で製造に不可欠な薬品の引き合いが増えていることから、半導体関連企業として2022年も引き続き株価の上昇が期待できると思うとお伝えしていました。メックの2021年末の株価は4005円で、動画撮影時点での株価は2109円となっています。よって結果は 47.4% のマイナスとなりました。株価については年初来高値からで言いますと、約半分の水準が年後半は続いてきました。2022年12月期は増収増益で過去最高益を更新、増配の予定ではあるんですけども、先ほど紹介したキーエンス同様、この先の景気悪化懸念から半導体株が低調な煽りを受けた格好です。現在の株価水準で PR が 11.8 倍となっていまして、割安感もある状況です。内容は悪くないだけに、ここからの株価復活というのは期待できると思っています。12個目に紹介するのがブシロードです。ヴァンガード、バンドリ、少女歌劇、レビュースターライトなど自社 IP を多数保有する企業です。スマホゲームやトレーディングカードゲーム、アニメ、音楽、グッズなど多面展開に特徴がありまして、傘下には新日本プロレスもあります。2021年は上場来高値を更新して大幅上昇を遂げたことぶき屋や東映アニメーションに続く萌え株はブシロードと予想しているとお伝えしていました。ブシロードの2021年末の株価は941円で、動画撮影時点での株価は650円となっています。よって結果は 31% のマイナスとなりました。2022年6月期については過去最高益を達成するも、今期は営業利益、純利益ともに減益の見通しです。過去3年間を振り返ると、ボックス圏での動きが続いておりまして、下値の目処については500円台前半と思われます。この場面まで下落することがあるかもしれません。コロナ禍からのリオープン、インバウンドの本格的な再開の波に乗って、ことぶき屋などと同じく、ここから爆発的な業績拡大に引き続き期待しておきたい企業です。13個目が TRE ホールディングスです。2021年10月に建設廃材処理を中心とした竹へと、廃金属処理を中心とするリバーホールディングスが経営統合して誕生しました。タケイは建設分野を対象とする環境ソリューション事業を展開。リバーホールディングスは資源リサイクルが主力の企業です。ESG の観点からも注目されそうな企業として、中長期的な目線でも期待したい銘柄とお伝えしていました。TRE ホールディングスの2021年末の株価は1771円で、動画撮影時点での株価は1401円となっています。よって結果は 20.9% のマイナスとなりました。株価については年初から大きく一度上昇を遂げたんですけども、行ってこいといった形で元の水準まで戻ってしまった格好です。現在の株価水準で PR が 12.2 倍でして、業種平均 PR の28倍と比べますと割安感がありますし、業績は派手さはないんですけども堅調に推移しています。経営統合後の安値付近まで現在は近づいてきておりまして、この水準というのを下値の目処として、再び反発が期待していけそうな銘柄だと思っています。最後、14個目が E-REX です。バイオマス発電大手の企業で電力小売も行っています。再生可能エネルギーが主役となるのはまだまだこれからということで、押し目で買って中期目線での成長が期待できる銘柄とお伝えしていました。E-REX の2021年末の株価は2041円で、動画撮影時点での株価は2192円となっています。
よって結果は 7.4% のプラスとなっています。年間のチャートを見ていただきますと、年初は昨年後半からの下落の勢いが続いたんですけども、再び上昇基調に入りますと昨年来高値にチャレンジするような水準まで上昇を遂げました。再び下落基調になってきているんですけれども、昨年からこのような、一方通行な動きというのになってきていますので、こういった特徴も踏まえて購入を検討した方がいいかもしれません。直近では新潟県でエネオスと出力30万キロワット級のバイオマス発電所の建設を検討しているという話題もありまして、引き続き中長期目線で成長を期待していきたい銘柄です。今日のまとめということなんですけども、今年の元日にお届けした注目株14銘柄の結果については1勝13敗と大幅な負け越しとなってしまいました。業績期待でピックアップした銘柄はことごとく裏目に出た感があります。中にはある日のように TOB の対象になって一時的に吹いた銘柄もありまして、個別銘柄についてもまさに虎千里を走るの格言に合致した動きだったと言えます。大幅な負け越しとはなりましたけれども、これに懲りず2023年の元日にも2023年の株式投資戦略の動画をお届けする予定です。乞うご期待ということで、また来年の授業でお会いしましょう。今年1年お金の学校の動画をご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。2023年も引き続きお金の学校をよろしくお願いします。